こんにちは、速稼塾の久保です。iPhone の充電がね、ずっと調子良かったんですけども、ここのところね、挿しても反応しなかったりするんですよ。それが USB ケーブルに原因があるのか、それともドックコネクターって言ってね、プラグに挿すこの根元のやつがあるじゃないですか。あれどっちが悪いのかなと思ったんですけども、この度一新してですね、実は純正のやつをメルカリで買ってみたんですよ。確かに2,000〜3,000円するんで、ちょっと痛いんですよね。まあでも充電がパスッとできると思えばすごい早いんですよね。いいかなと思って公式のやつをね、メルカリで買ってみたんですよ。アップルから出てるやつをね。よく新しい iPhone 買うと充電器が2つも3つもこうダブっちゃうんで、売ってる人いるじゃないですか。そういう方から2800円ぐらいで買ってですね、使ってみたら、やっぱり充電がね、30分ぐらいでバシッと終わるんですよ。気持ちがいいなと思いますよね。で、挿して反応がないってこともないですしね。だから充電器、その互換性のあるやつを Amazon とか Yahoo とかで買うのもいいんですけども、ただなんかね、100回か200回使ったらまあもうできなくなるんじゃないかなと思うんですよ、なんかそういう風な仕組みになってるんですよね、きっとね。だからたくさん持ってる充電器が全部パーになってる状態なんですよね。コストコでも USB ケーブル頑丈なのがあるんで買ったんですけども、どうもね、 iPhone の 12MAX Pro ではそろそろ充電できなくなってきたかなってことです。で、今回これを買ってみました。アンカーっていうね、アップル製品の互換品では超一級品、まさに純正に並ぶぐらいの勢いで、ちょっとだけ値段が安いってやつですよね。まあこれを買ってみたんですが、まずはこれをね、何が届いたかなとまだ見てないんですけど、あ、ケーブルですね。はい。USB のタイプ A ってやつですか。それからこっちが C かな。それが2本入っているというか、そうですね、2本入ってますね、同じのが2本入ってますんで、これによってスムーズに充電ができない。しまった、これじゃダメだ、これじゃ、いやこれ意味ないの買っちゃったよ俺、いやこれ全然いらないって、あっちゃー、いやこれここに刺せないですよ、これ失敗した、なんだこれ。いや、ということは実はもう一個買ったんですよ。これもか、ちょっと箱が違うな。え、あ、さらに悪い、これ両方とも同じですわ。 iPhone に刺さらないやつ、何買ってんだ俺、あちゃー、結局安物買いの銭失いをしてしまいました。何なんでしょうか私は一体。これ3本ともケーブル、とりあえず当面使う予定がないものを買ってしまいました。 iPhone の充電器に刺すやつがね、欲しかったんですけどね。あちゃー、